農業はどうして好きなの？最近そうなんですよ。てか最近っていうか、まあ、今年入った時ぐらいからあの畑をやあのトラちゃんとトラキャンキャンで一緒のトラウデンのおじちゃんと一緒にやってるんですけど、なんで好きなの、なんなんだろう、なんで好きなんだろう。もともとでも自然好きで、もともと結構興味があって、たまたまでもそういう機会がご縁があって、そういう機会があったから、一回最初は体験、まあ、今も体験、まあ、体験みたいな感じで行ったらもうめちゃめちゃ楽しくて、まあ、楽しいだけじゃないけど、なんかすごくリラックスできたりとか、なんか太陽を浴びて土をいじるのがすごく自分の中でなんかリラックスできる時間になってて、まあでも毎日やっぱやってるわけじゃないからね、そんな偉そうなことは言えないんだけど、でも農家さんってほんとすごいなと思います。あ、つながった？あ、 TikTok の方もつながったみたいですTikTok の皆さんは結構久しぶりなんですよ。まだ TikTok ライブ今までで1回しかやったことなくて、久しぶりにやってます。ここでは TikTok のコメントをみきちゃんちょっと追ってちょっとどっちもね、なんかね、そんな気やっちゃおうか。和田家見ました、ありがとうございます。そう、あの和田家の男たちっていう10月クールのドラマに出させていただいてたんですけど、先日あの最終回が終わってしまってロスですね。めちゃめちゃ素敵な役をやらせてもらって、しまちゃんありがとうございます。見てくださった方、栃木県から見てます、ありがとうございます全身の洋服見せてください。ちょっと微妙な、今ソファに座ってるからこの、あ、 TikTok の方だとよく見えるパンツがあれか、この靴を脱いで、このパンツ可愛いんですよ。あ、全然入んない何この映像ここが待ってて、今日は茶色っぽいコーデです。アホ毛、あ、確かにアホ毛やばい。和田家お疲れ様でした、素敵でした。 ありがとうございます。和田家お疲れ様でした、ありがとうございます。はあ、どっちも見るって大変だな。島さん最高でした、ありがとうございます。和田家見て好きになりました、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい本当に嬉しいです。なんか別人みたい、あ、島ちゃんと続編やりましょう。続編やりたいですね、決まったらいいな。すごくね、反響もたくさん、反響、たくさんいただいて、感想とかも全部読みました、ありがとうございます。あ、自分も農業やろうと思ってます、めちゃいいと思います。まあね、大変なこともいっぱいあるんだけど、あ、ガルプラじゃん、好きな野菜は何ですか？オクラですね。オクラがすごい好き。夏野菜が好きで、なんかあの畑でいろんな種類のオクラを育ててて、なんかオクラってあのスーパーに売ってるこうパックのオクラ以外にもいっぱい種類があって、赤オクラとか、あとなんかすごい大きい、ほんとこんくらいあるオクラがね、しかも名前がスター・オブ・デイビッドっていう、めっちゃなんかかっこいい名前のオクラとかあったりとか、まあ、本当にもっといろんな種類あるんですけど、なんか今年はその畑でいろんな種類のオクラなんか収穫できてすごい楽しかった。パラや、食べてみたい野菜、果物、食べてみたい野菜、食べてみたい、食べたことないってことだよね。
食べてみたい野菜食べてみたい野菜食べてみたい野菜なんだろう何があるんだろう食べてみたい野菜とは違うけどそのこの前畑に行った時に初めて皆さんベカナって知ってますか？ベカナっていう見た目は白菜みたいな白菜とレタスの間みたいな見た目で味はこう白菜のもうちょっと軽いなんかシャキシャキなんて言うんだろうなんか白菜のもっと軽い感じ白菜をこうもっとサラダっぽくした感じの野菜を初めて食べたんですけどめちゃめちゃ美味しくて鍋に入れたりとかあれだったらなんかサラダみたいにしたりとかもすごい良さそうだった茶髪の方がいいありがとうございますそう今ちょっと髪の毛明るい白菜ってそのイントネーションなの思った白菜絶対違うでしょ白菜ではないですよ白菜私なんて言ってた白菜みたいな白菜隣の人が正解あ、ミキちゃんが正解白菜もう分かんない待って違うの白菜それ関西弁でしょ関西弁でしょミキちゃんは関西人なんで白菜分かんないよ分かんなかった白菜北菜みたいな北菜イントネーションなんですよ、レンさんは白菜みたいな違うんだ違うのだって知らんそうあったやビリギャルの時の急に話題変えるビリギャルの時何歳ですか21かな20か21の時だったあ私さまた前のコメント読んでるんかもあ白菜は苦を強くだねだって白菜絶対違いますやばい分からん白菜横浜初雪本当にそうなの横浜初雪栃木県から応援してますありがとうございますおでこ確かにテカテカなんでだろうパールだよえ学校帰りいいな学校行きたい学校帰り見てます見てるの幸せだってありがとうございますえ学校行きたい学校表紙のキャンキャン男ですが買いました嬉しいありがとうございます全然本当に男性の方にも買ってもらえるなんて本当に嬉しいですトラウデンのアミちゃんと仲良しなんですねめちゃ仲いいですね本当に一昨日もあれだし今週もご飯行こうって話してて前もトラねすごい忙しそうだからレンちゃんは実際に彼氏から刺繍入りバッグをもらって嬉しいですかこれは和田家の男たちのお話とつながってますね和田家の男たちの和田さんは刺繍がねすごい上手であのドラマの最初の方でその他の女の人に刺繍が気持ち悪いって言って振られちゃった回があってあでもネタバレになっちゃうかまあでも私が役がもらうシーンがあって刺繍を私の役は受け入れてっていうところだったんですけど実際刺繍入りバッ
どうだろう、なんかバッグか。でも嬉しいです、なんかあのそのかけてくれた時間とか。なんかでもマスクの方が嬉しいかな。なんか和田さんがマスクにそういう刺繍をしてたんですよ、いろんなおじいちゃんとかお父さんとかのね。でもバッグよりかマスクの方が嬉しいかな私は。茶道の時ぎこちなかったけど慣れてないよね、ほぼほぼ初めてだったんですでした、あの撮影でやってみた時楽しかったな茶道。あ、でも前もちょっとだけあるけどやっぱ難しいですよね、いろいろお作法が。でもなんか体験みたいなシーンだったから先生にこうちょっとずつ教えてもらってっていうシーンだったんで、なんかぎこちなくてもう大丈夫だった。オクラはどんな食べ方しますか。納豆と混ぜたりもするし、あのスープに入れたりとか、あとおひたしにしたりとか、あと意外と浅漬けとかにしてもめっちゃ美味しくて、本当にいろんなオクラの食べ方してますね。またこれ結構前の話？オクラって結構前、オクラの話結構前。和田家今期一番面白いドラマだった、嬉しい。ナスも好き。何の曲流してますか。今私がずっとハマってたガールズプラネットの曲を流してます。目と眉毛の間狭いの、羨ましいです。狭いの。こっちは TikTok をねやってたんですよ、ずっとこっち見てた。 TikTok を去年はじゃあ今年か始めたので、うん、始めたんですよ今年で。マネージャーさんとみきちゃんと協力しながらやってたんですけど、なんか一回ねめっちゃサボったよね。一回なんか本当になかったことみたいになってて、でもう一回また1ヶ月ぐらい前から再開して、今日もねちょっと、うん、結構撮ったよね。あとは現場のなんか空いた時間に撮ったりとかしてるんで。あ、みんな白菜。あ、結構前だね。でもちょっとはみんな白菜のあのイントネーションおかしいって、うん、歯が臭いみたいになってて笑けるだって。あ、そうなん。あ、みんな歯が臭いっていう風に聞こえるんだ。みんないろいろ教えてくれてた。ありがとう、すいません、ちょっと後で直します。お隣誰がいはるんですか。あのマネージャーのみきちゃんです、現場のマネージャー。ガルプラ大好き。ファンミーティングとかしませんか。したいですね、なんかどっかのタイミングでできたらと思ってるんですけど、なんかやっぱコロナとかもなんかいろいろまた変な株が出てきたりとかして、どういうね、なんかいろいろ状況に応じてしようと思ってたことができなくなっちゃったりとかね。うちの両親どこ出身ですか。うちの両親はね、父が秋田で母が栃木で、私は栃木出身です。リフレッシュの仕方、本当それこそ畑に行くことですね。あとは動物園。めちゃ石川蓮に似てますね。石川蓮に似てますね。石川蓮です。ミキちゃんの顔出してお願いしますだって。NG です。え、本当それ嘘？何、冗談？何？石川蓮？楓ちゃんと合ってる。合ってますよ。なんかね、今週ご飯行こうって。言ってる楓。仕事が休みの時何してるんですか。動物園に行くか畑に行くか、最近ダイビングやったりとか、あと今年は富士山行ったりとかしましたね。皆さんてかクリスマスじゃないですか、そろそろクリスマスはどう過ごすんでしょうか。皆さんはキ
テプラをしてます。ちょっとまた前、あ、クリス、今ネイルしてない、うーん、皆さんはだけロスって言ってくれて嬉しいな。どのくらいの頻度で畑に行ってますか？週一は行きたいんですけど、なかなかお仕事もあってバタバタしてたりとかして、でも月に2回は絶対に行きたいなって思ってます。サウナ行きたい、私もサウナ行きたい、めちゃめちゃ行きたい。あ、今からジミ君ですが、きつい時どうやって気持ちを奮い立たせますか？これ私もさ、毎回さ、あの最近さ、ヒロアカ見てます？私最近ヒロアカを見てるんですけど、アニメでね、なんかプルスウルトラってまあ一歩先へ、こうなんか限界より多分ちょっと先へみたいな意味じゃないですか。でそれが結構ヒロアカで、あのプラスウルトラって結構言うんですよ。それをめっちゃランニングしてる時とか、しんどいも歩こうかなとか思う時に、自分の中でプラスウルトラ、プラスウルトラって言ってる。なんかすごい素敵な言葉だなって思ってます。あとなんだろう、なんか限界をもうしんどいってなった時とか、まあ、あとは筋トレしてる時とか、なんか本当にあと3回とか、まあ、20回とか決めて、あと3プラス5回、5回できたらプラス3回とか、なんかちょっと自分の限界より本当にもう本当に 1回とか2回でもいいから、あの毎回こう少しでも超えられるようにしてるかな。すいません、 TikTok にこんばんは。皆さん、ミヤステーキ行ってきた、いいな、行きたいな。今年の野菜は一つあげる、なんだろう今年の野菜。でも今日あのインスタで今あげようと思ってたんですけど、あの菊芋っていうあのお芋があって、あんまりスーパーとかでは流通してないんですけど、すごく栄養価の高い無敵の野菜なのでおすすめです。今中3で、もうちょっとで受験なんで応援してほしいです。え、頑張ってください、受験大変だ。なんかこう少しね、息抜きしながら美味しいものとか食べながら、無理しすぎず頑張ってください。動物園でファン見せたいです、めっちゃよくない？動物園側が許してくれるか分かんないけど、動物園のファン見したい。クリスマスは、あ、そっか、みんなさっきのクリスマスの話題に。あ、ケンタッキーね。なんかクリスマスのケンタッキーってめちゃめちゃ混むんでしょ。クリスマス虫とかは平気なの？畑の話か。虫全然平気ですね。なんかこう芋虫とかいても、こうちょってやる、カエルとかもちょってやる。しもつカレー食べれる。しもつカレーは栃木の郷土料理なんですけど、あのちょっと昔、あの県民の日とかでね、栃木だとあの給食で出るんですけど、昔はあの酒粕がすごい苦手でしもつカレー食べられなかったんですけど、もう大人になってからちょっとずつ食べられるようになりましたね。ヒロアカで好きなキャラ、ホークス。
も私ひあトガトガヒミコヒミコちゃんも結構敵キャラだけど好きだし好きで、でもエンデバーあの4期をこの前見終わったところで4期までしかまだ見れてないんですけど、もう4期であのエンデバーがめっちゃもう好きになっちゃう。あ、みんなプルスウルトラ精神で頑張ります。カラオケ行きますか？最近カラオケ行ってない。てかカラオケっていつから行ってないんだろう。コロナになってから、コロナ禍になってからカラオケ行ってないな。カラオケ行きたい。牡蠣は好きですか？牡蠣も好きです。マツパしてないです。これはねビューラーで揚げてます。おお、変なとこしちゃった。好きだった人が結婚して何とも言えない気持ちになってます。ちょっと辛くないそれ。めちゃめちゃしんどいですよね。それって思いとか伝えたんですかね。ちょっと想像したらすごいしんどくないですか。自分の好きな人が他の人と結婚しちゃうって。なんかちょっと悲しい曲流れてるし。ドライフラワー。レンちゃんは苦手なものはないね。いや、ありますよ苦手なもの。なんだろう苦手なもの。でも早起きとか結構得意だ。苦手なものなんだろう。で苦手なものなんだろう。あ、でもお昼ご飯食べた後の仕事。なんかドラマとかあとファッションの撮影とか、あのお昼ご飯食べた後もう本当に自分の体おかしいんじゃないかなってぐらい眠くなって、前も調べたもんね、うん、そしたらなんかやっぱ血糖値がこう上がっちゃうから眠くなっちゃうから、なんかゆっくり食べるとか、あとは炭水化物控えめにするとか、野菜から食べるとか出てきたんだけど、でもお昼の時って忘れちゃうのよ。お腹空いてるからさ、お弁当をさがっついて食べちゃって、食べた後に眠くなった時にまた気づくんだよね。あ、そうだった、ゆっくり食べなきゃいけないって書いてあったって。みんなのコメント全部読みたいのに。また宇宙に行きたい、行きたい、宇宙に行ってみたい。私も最近前澤さんのツイッターあの楽しみに見てる。チェルシーちゃんはこの前12月7日にお誕生日で7歳になりました。チェルシーちゃんも今度インスタライブに登場させたい。全然多分いてくれないけど、みんなヒロアカのネタバレしないでね、コメントでやめてね。4期までしか見てないからね。登山ミーティングしんど。登山ミーティングとかないかなって。ちょっと絶対登山ミーティングやりたくないです。姉ちゃんスノボしますか？したことないんですよ。したいんですよ。してみたい。お父さんとお母さんどちらに似てますか？どっちだと思う？お母さんしか会ったことないか。似てない。似てない？本当。じゃあお父さんかも。でも目はクリクリ似てます。お母さん？なんかでもさ、この感じもお母さんじゃない？すごい思うんだけど。なんかこのアンパンマンみたいな感じ、すごいママに似てると思う。確かに。あ、可愛いって言ってくれる人だっているんだから。グラコロ食べてない。グラコロ食べたい。あ、誰と話してるんですかってなるよね。あ、そう、 TikTok 見てる方すいません。インスタライブと同時配信してて、そうなんですよ、すいません。こっち見てると本当誰と話してるってなるよね。
わさび、ボーロ、確かに辛いのは、あ、辛いのものはちょっと苦手かもしれないですね。結婚願望ありますか？結婚願望はありますよ。あ、血圧高いって、あの血圧高い人はさ、ほんと菊芋めっちゃおす、なんか食べるインスリンって呼ばれてて、菊芋ってなんか見た目生姜みたいな感じなんだけど、食べるインスリンって言われてて、血糖値の上昇を抑えたりとか、あとは腸内環境を良くして免疫力高めたりとか、あとデトックス効果もすごくて、なんかね、菊芋って結構調べるといろんな伝説みたいな話が出てくるんだけど、なんか本当に栄養価の高い野菜だから、あのおすすめです、血糖値高い人とか。なんかグリルして食べたりとか、グリルするとすごいなんかね、し、なんかなんていうの、こうちょっとなんかさ、あ、ネチョネチョした感じ、なんかそのちょっと美味しくなさそうだけど、こうやって言うと。でも生でスライスしたりとかするとシャキシャキしてて、なんかその食感もこう料理方法によって変わって、多分楽しいと思う、美味しいし、血糖値高い人はおすすめです。あと5分、あと5分だ、あと5分でちょっと終わりますね。おすすめのスキンケア、最近はもう私も乾燥しやすいんですけど、あのパックしながらスチーマーして、あとは本当に気になるときはオイル使ったりとかしてます。菊芋も全然食べやすいです。あ、でもちょっとなんだろうな、なんかお芋、あ、お芋だけどちょっとなんかこう苦くはないんだけど、なんだろう、でも全然食べやすい、食べてみてください。菊芋と生姜とそぼろ丼にしたら美味しいですよ。めっちゃ美味しそう、ちょっと今度やってみたい。愛犬の名前レンです。同じ名前、嬉しい。ジムを継続するコツね、私もたまにサボっちゃう、難しい、なんか、コツ、なんか一回行き始めたらさ、なんか行かないとってならない、とりあえず行く。なんか私は全然やる気ない時とかもあるんだけど、あのとりあえずもう行って何もできなくてもいいから、とりあえず行くみたいな、ジムにとりあえず行く。なんか雰囲気違う、髪の毛がちょっといつもより明るいからかな。菊芋そばがありました。菊芋のおそばとかもあるんだ。ヒロ海外でハマってるアニメ。アニメはあんまり見ないんだけど、漫画だと進撃の巨人が本当にずっと好きで、めっちゃこ、あの今年完結もしたから、もう一回一巻から読み直したりとかして、結構あの進撃が終わっちゃったからヒロアカ見始めたんですよ。ん、通風鍋食べたことあります、大好き、通風鍋ね。
ガルプラで好きな曲、さっきちょっと流れてシャイン好きです。好きな麺類、パスタ、絶対パスタ。てかパスタがもうこの世の食べ物で一番好きかも。鬼滅も好きです。 Perfume のライブはねちょっと前に行きました。ドーベルマンインフィニティの次週最高でした、ありがとうございます。すごい未だになんか言ってくださる方が嬉しい、見て嬉しい。ワールドトリガーおすすめです。ワールドトリガーってなんだろう、漫画アニメかな。インスタもやってます。なんならインスタライブの方が結構頻繁にやってるかも。はあ、そろそろ終わりにしないと。もっとパスタですけど、どういう意味？パスタは納豆ミートソースパスタが好き。確かにここだったらどっちも見てる感じね。ワールドトリガー面白いんだ。見てみよう。広島行ったことある。TGC 広島でやったよね、うん、昔。それで広島行って、あとね、なんかうちの母が広島、天津市に広島まで見に来てくれたから一緒に遠泊して、あれ行った、厳島神社は広島だっけ、行きました。ありがとうございます。なんか全然変な適当なインスタライブになっちゃった。また年内できるかな、良い音しようかな。まあまた機会があったらやります。じゃあ皆さん、ちょっと早いですけど、メリークリスマス。終わろう。終わりまーす。カラコンつけてないで、最後。じゃあねー、またやりまーす。あ、インスタ、もうちょっと、TikTok ライブすぐ終わっちゃった。じゃあ皆さん、またありがとうございます。あ、なんか、スクショタイムって言ってたの、やろうと思って。あ、そっか。すごい美味しいんです。点点点。スクショタイム？なんか文字非表示みたいな。そういうのがあるの？読めないんです。ターンオフコメンティング、これだ。これがスクショタイム。あ、これがスクショタイムなのね。なんかかわ、なんか待って、見えなくなっちゃった。みんなのコメントがさ見えなくなっちゃったらさ、なんか急に不安になっちゃう。はい、ありがとうございます。ちょっと恥ずかしくてなんかできなかった、ごめんなさい。たぶん OK。 じゃあ皆さんありがとうございます。メリークリスマス。